こんにちは、辻岡です。さあ、アロワのモールがねスプラ2で追加されて、何やらバグがいっぱいあるみたいなんで、ちょっとね検証してやってみようかなと思います。よし、みんな挑戦しようぜ。すり抜け誰かいけないかな。ちくしょう。うえなんだこれ何の集会が何の集会が始まったんだこれ洗濯機抱えてなんかあのゲボする前みたいになってんじゃんこれ上がれねえできそうでできない。人生における大いな喜びは君にはできないと世間が言うことをやってのけることである。あー、いけたやった上がれた何これ。あはは、爆撃さん、爆撃さん、何それえ、こん中また入れるバグあんの。やばあそこでやるんだな。あそこで立ってあー、来たんじゃないすげえ爆撃さん、うまいねバグ。あ、やべえ、ごめん、倒しちゃった。え、なんか書いてるぞ。土の子ありがとう誰だ、書いてくれたの、ありがとういっぱいハート書いてんの誰だ、あそこにいっぱいハート書いてなんか、あ、音符マークも見えた。みんなで遊んでるじゃん。いやー、いいね、面白い。わ、さすが、みんな爆撃さん。え、クロウサギさんも S プラス覚えとこう。さて、とりあえずね、1月の総決算として、最後にね、E さんと、ペアのね、リグマ7回、計測していこうかなと思います。何？何の役にも立ってね、どうしよう。1月何やってんだって感じだよね、ほんと。毎日やってたんだけどな、スプラ。縄張りじゃ何の意味もね。おっしゃ、でも活躍は一番した。いやー、勝てるけど僕があんまり本当に使えてないな。もうちょっとちゃんと動けるようになりたい。よーし、反撃だ。あ、やばい、まずいパターンやねこれ。みんなを、あ、でも2落ち。これは突入しちゃうか。ほい、え、嘘。よっしゃよっしゃ、危ねえマジで。よっしゃよっしゃよっしゃ。よっしゃ、はい、はい、あ、今回ちょっといいぞ。今回悪くない、活躍できた。調子出てきたぜ。今回は、イエーイ今回良かったよ、マジで。修行の成果が出た感じの試合でしたね。よし、なんか急にリセットになっちゃったけど。よし、頑張りましょう。あれ？なんかステージ変わってね？あれ？ステージこれだったっけ？アロワナとここなのか。あー、なるほど。あー、はいはいはい。よし、さてどう展開していこうか。いや、いる、ここ。くっそ、エイムが合わなさすぎる。あそこか。いやー、バカー打ち合いしちゃダメ。ホッカスに打ち合い挑んだらダメ。ザップよこっちはやばい、上から来るかこれ。
いや、いる、ここマジか。よし、あぶね。うわー、これ、来られたらやべえな。あ、大丈夫そう、よし、あぶな。ジェットパックでいけるんや、あそこ。知らなかった。ガチャあたり、まだ僕全然やって、おお、しかもカウンターが成功してる。やばい、僕も行く。アサリ持ってかなきゃね。ただ死にに行っただけじゃねえか。状況よく見なきゃね。ちょっと待って、怖い。自陣塗っとこう。うわ、マジか、そっちか。あ、やばい。よっしゃ、あぶねえ。守れた、よかった。ゴールキーパーになった気分だったね、今の。やばい、これ、おっしゃ、爆発で倒してるぜ。あ、やばい。あー、ダメだった。ちょ、安全そうなとこにいる人に。大丈夫かこれ。あー、やばい。隠れてたつもりがね、ぼわれてた。あ、やばい。あー、やられた。くっそー、これお前いつ行ったな。マジか。バレてたのあれ。嘘だろ。あ、ナイス、いけ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 。あー、ないかな。あー、やられてる、くそくそ。くっしょー、悔しいな。あ、ナイス。あー、まあ、でもバリア壊してもあれか。残り10秒。ちくしょー、戻されちゃった。惜しいな、今の。いろいろなんか僕も全然立ち回れなかったし、やってしまった。いや、厳しかったね。 E さんが爆裂してるな。さすがエスプラ。行きましょう、アロワナモールのガチアサリ。犬のおじいさん、くそ。うわ、マジか。うわ、マジか。おい、速攻やられてんじゃん。ちくしょう。この拾ってもらえなかった時の寂しさ。
ばい、お互い投げ合った。ナイスナイスナイス、お互いに今投げ合ったぞ。でも誰かがバリア壊してくれた。よっしゃー、いいねいいねいいね、よナイス。お互いに。あれよね、意思疎通むずいよね。いや、やられてんなこれ。もらっとくか。よし、ナイス。よし、あとちょっと、あとちょっと、ちょっと待って、これ入れて、よっしゃー。まさかの逆転。逆転でノックアウトしたぜ。やりました。さあ計測楽しみだな、どうだろう。ちなみに僕最高がね1700、1700ちょいぐらいですかね。どうですか。さあ計測の結果は、おお、まあ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 悪くない悪くない、1736。さあ1月のまあ僕の修行の結果、リーグパワーね1736と。まあね、やっぱ S プラスレベルの人たちはね、やっぱ1800を超えてくると思うんで、頑張ってね1800クラスをまずは目指しつつ、ガチマッチの方も頑張っていこうと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。